この忌々しい病、私の体を蝕み、今では理性まで侵そうとしている。たびたびいつの間にか眠りに落ちている。記憶の中をさまよっている。さまよった挙句に思うのは、クロフト卿が死んだ日のこと。計画の変更を余儀なくされ、私は自分たちが失敗したと思った。そしてそれよりも前、トリニティに入って間もない頃、秘密の歴史を学び、世界を救うのは私たちの義務だと教わった。それよりもさらに昔、幼少期、コンスタンティンと私、頼れるのはお互いだけだった。ここで私は我に返り、現実に戻ってくる。私は常になすべきことをしてきた。それは今回も変わらない。父さんがいない。昨日の夜、侵略者とそいつらが操る武器について父さんに話して、朝気づいたらいなくなっていた。シリルはきっと帰ってくるって言うけど、もうすぐ日が暮れるのに誰も父さんの姿を見ていない。あの短気親父が焦って何かしようとしてるんじゃないかと心配。私たちには今、これまで以上に父さんが必要なのに。Thank you.
ロ、川島を調べてるチームとの連絡が途絶えたようだ。そっちで何か分かるか。いや、敵襲か。無線障害かもしれないが、コンスタンティンは慎重にやってた。川島を調べてるチームとの連絡が途絶えた。そっちで何か分かるか。いや、敵襲か。無線障害かもしれないが、コンスタンティンは死んだ。1ヶ月の間、私は預言者の話を聞くため広場に足を運び続けている。貴族の息子があのようなところにいるのを見られてはまずいので、私は町民の服を着ている。貴族や西の教会の連中が預言者の口を塞ごうとしているという噂がある。私には神について真実を語った者はいない、人にそれを知る術はないからだ、という彼の言葉に耳を傾け、これを繰り返すことしかできない。神聖な心は領主や皇帝よりも農夫や兵士に多く宿るものだ。我々は皆創造主の代弁者を語る者たちに欺かれてきた。神を代弁できる者はいない。その声は空であり、水であり、世界の流れであるからだ。アトラスってのは地図に、ここの住民が守ってるものはアリタが乗ってるはずだ。コンスタンティンが探してる神父の源ってやつ。それがよくわからないもんな。その源が何だか知らないが、貴重なものには違う。
ってる者のありかが乗ってるはずだ。コンスタンティンが探してるのは神父の源ってやつ。それがよくわからないんだけど、その源が何だか知らないが、貴重なものには違いない。俺の奴らは何も言わないけどな。ああ、そう。